さあ始まりました TN エコロジーのお時間です、今回もゲストをお招きしてお届けしていくんですが、この番組はですね、もともと地球環境を良くしたいという思いでスタートした番組になります。ですが、こう地球環境を良くするために思いを届けたりとかですね、してもこう一方通行になりがちなので、まずはこう地球環境を良くするための、心であったりとかですね、例えばこう今生活で苦しんでいるとか、何かこう生活の助けになるような、ことを、まあ、ヒントをお話の中から得ていただけたらありがたいなと思って、番組を続けております。今回のゲストは、原口翔太郎さんをお迎えしております。原口さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。またまたあのイケメンをお招きして、番組を放送できるということで大変嬉しく思っております。そしてまたビッグゲストということで、ね、素晴らしい、ゲストが来ていただいてるんですが、原口さんは、上里さんのご紹介で、はい、来ていただきました。この番組はですね、ずっと呪術つなぎで、以前出てくださったゲストの方にご紹介をいただいて、また来ていただくというような形を取らせていただいております。上里さんは以前あの出演してくださって、 YouTube でもあの皆様検索していただいたら、 TN エコロジーで検索していただいたら出ると思うんですけど、ビーチサッカーの日本代表の選手です。で、原口さんを今回紹介していただいたということなんですけど、原口さん、あの上里さんとの関係性をお話しいただけたらありがたいです。はい、ありがとうございます。上里選手とは同じ今チームメイトっていうところになります。また私もビーチサッカー日本代表として上里選手と2021年のワールドカップに出場しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。日本代表とお話ができるなんてもうびっくりですね。上里さんの時もびっくりしましたけど、また続いてこう原口さんともお話できるなんてすごいありがたいなと思います。今回はですね、あの原口さんのお話をいろいろ聞けたらいいなと思ってるんですけど、まずあの原口さんの自己紹介ですね、まあ、簡単で構わないんですけども、出身地であるとかですね、年齢とかお話しいただけたらなと思います。お願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、原口翔太郎です。神奈川県の川崎市出身で、今は鎌倉市に住んでます。で、今あの勤め先は株式会社プロビジョンっていうところで、横浜の IT 企業に勤めてます。また昨年現役引退してしまったんですが、東京ヴェルディビーチサッカーチームの今はスタッフとしても活動してます。年齢は36歳です。有名人でいうと本田圭佑選手とか長友佑都選手とかと同じ世代になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。1987年生まれですかね。はい、そうです。なので私の一つ先輩になります。ああ、そうですか。はい、年も近くて同い年ですね。はい、同い年だけど結果の残し方が全然違うので、いろいろ学ばせていただけたらありがたいんですけど、はい、あのビーチサッカーで、あの背景には元日本代表というふうに書かれてますけど、今は日本代表ではないんですかね。はい、先ほど申した通り去年現役選手も引退しておりますので、日本代表としても2021年までビーチサッカーの日本代表でした、うん、はい、ありがとうございます。あのクラウドファンディングで、引退宣言のような形でされてましたよね、はい、その辺の話もまた後で聞けたらなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。原口さん、あのもともと、まあ、サッカーに出会ったのは何歳ぐらいなんですか。小学校1年生ですね。あ、じゃあだいぶ早い時期からサッカーを、スポーツ少年団でされてた。そうですね、あの地域の少年団に入団しました。はい、それはなんでサッカー始められたんですか。やはり父親の影響ですかね。お父様、うん、お父様がサッカーされてるんですか。サッカーやってたのと大好きなっていうところと、まあ、その期間あの、まあ、某 J リーグチームの、はい、スタッフというかマネージャーをやってまして、はい、その影響もあってあのサッカー始めてました。すごい。じゃあもうお父さんの血をしっかり受け継いでですね、されてらっしゃるんですね、はい。そのマネージャーをお父さんがされてらっしゃったっていうのは、こういろんな場所でされてらっしゃったんですか。あのそのチームのマネージャーですね。あ、専属でされてらっしゃったんですね。すごいですね、それも。いやいや、なんか楽しく仕事してましたよ、その時は。よく見てましたから、仕事するの。ああ、はい、そうなりますよね。うん、じゃあ、皆さんのこう、まあ、僕ももともとスポーツ少年団でサッカーをしてたんですよ。うんうん、
で、その時、まあ僕なんかはこう、友達がやってるから一緒にやりたいみたいな感じで、はいはい、始めましたけど、原口さんの場合はちょっと違いますね。そうですね。お父さんの影響ですかね。もうするのが当然みたいな感じだったんですか？なんか昔の写真とか見るとやっぱりサッカーボール蹴ってましたから、そうサッカーやらせるように仕向けてたんでしょうね。なるほどなるほど。小学校の時はやっぱりそのサッカーを始めても好きだなという思いでされてたんですか？まあでもそうですね、それもあるし、結局やっぱり仲間もできて、やっぱり 土日の活動は仲間とサッカーできるっていう楽しさがあったので、まあ、そこもあるかなと思ってます。あ、なるほど。小中高とサッカーをされてらっしゃったんですか？大学までやってました。あ、小中高大と、はい、結果がこう出てきたなっていうのを、最初から小学校の時からこうどっちかというと仲間よりもこう原口さんの方が少しこう技術があったりっていうような感じでしたか？いや、僕小中高大一切結果出してないです。え、そうなんですか？もう、はい、サッカーとしての結果は何も成し得てない。試合には出てるけどっていう感じですか？僕なんかはどっちかというとベンチが多い方なので。原口さんは試合にはずっと出てるけど、うん、そのチームとしての結果が出てないっていう感じですかね？そうですね、なかなかこう強いチームにもこう僕のまだまだレベルだと入れなかったので、それなりの普通の高校大学でサッカーやってました、部活で。うん、そうなんですね。その時からこう将来プロになりたいんだっていう思いとかもあったんですか？もちろん小学生からプロになりたいって思ってました。で、なぜなら、はい、先ほど申した通り僕川崎市出身なので、当時やっぱヴェルディ川崎、はい、うん、有名ですよね。うん、当時も毎週轟競技場にラモスさんとかカズ選手とか北澤選手とかいたんですけど、僕もあの選手みたいになりたいなと思って、はい、先応援してたんですけど、まさかね、20年後30年後自分がヴェルディの選手になるとは思わなかったんで、僕いつもここはあの歌い文句で話してますけど、いや、びっくりですよね、それは。まあ、そうですね、ラモスさんも日本代表の時はビーチサッカー日本代表の監督でお世話になったので、ラモスさんにも、あ、言えないんだなと思ってます。すごい、実際とこからそういうご縁があったんですね。まあ、こうやっぱりこう岡山とかだと、私はあの沖縄のこのラジオで出演させていただいてますけど、うん、岡山なんです、はいはい、体重も出身も岡山で、まあ、岡山だとなかなかそうやってこう選手と関わる機会っていうのがなかなかなくてですね、うんうん、小さい時から、まあ、時々イベントで来てくださって、なるほど、J リーガーの方がまあ教えてくださるみたいなのが年間に1回あったらいいかなぐらいの感じだったんですよ。うんうん、いや、当時そんな時代でしたね。原口さんの時はまあ近いからこう会えるっていうことがあったのかもしれませんけど、まあ、そうですよね。なんかサッカー選手が全国5年に1回か2回回ってそこにみんなが集まるみたいな、はい、そうですよね、時代でしたよね。ですね。でもやっぱりこうそうやってあの子供の時にプロの方たちとお会いできるっていうのは子供ながらにこう、うん、嬉しさとかもそうですけど、なんかこう夢が膨らむというかね、そんなことがあったなと僕は思うんですけど、原口さんも当時はそういった思いですか？おっしゃる通りで、やっぱ僕もそういう選手になりたいなって、やっぱりこう子供たちに夢や希望を与えられる選手になりたいなって自分自身がそう思ってたので、もう選手になって子供たちにこう夢とか希望を与えられるように頑張ってましたね。あ、お父さんがその J リーグの、うん、マネージャーをされてらっしゃった時もやっぱりこういろんな選手とかと子供ながらに会ったりしてたんですか？もうそれがすごくあって、お父さんの職場で遊びに行く時にいつも選手やっぱり近くにいて、はい、いつも可愛がってもらってて、でビーチサッカー日本代表になった時にまたこうお会いする機会とかがあって、あ、実はあの時の息子なんですみたいな話して、ってなって、はい、すごく可愛がってくれてありがとうございましたっていうところを、まあ、いつも挨拶して、はい、やっぱ子供ながら覚えてるのでそういうよくしてもらったことって、僕もそういうところしていきたいなって思ってますね。なるほど、うん、こうサッカーをずっと、まあ、コツコツされてらっしゃった中でその結果が出だしたなってご自分で思われたのはいつぐらいだったんですか？これでももうビーチサッカー始めて 2年とか3年かな、2009年にビーチサッカー始めて、はい、から2年ぐらいはもう本当に何だろう、言い方ですけどこう地獄というか、自分でこうもうへばりついて厳しい
世界をこうずっと乗り越えてきて、やっと2年3年経ってからラモスさんが監督、当時ラモスさんが監督のビーチサッカー日本代表の候補ですね、候補に呼ばれて合宿、うん、まあラモスさんといったら沖縄合宿なんで、うん、沖縄に本当に月年に本当に 3,4 回は合宿行ってましたね。沖縄に何度も来られて、まあ、原口さん沖縄大好きだというふうに先ほど事前の打ち合わせの時にお聞きしたんですけど、はい、何度も何度も沖縄に行かれてるんですよね。そうです、もう何十回か、20回30回は行ってるかな。すっごい行ってますね。でも、はい、遊びで行ってないんで、あまり、あ、ほぼ合宿で行ってるんでなんかもっとゆっくり今度は行きたいなって観光な感じではないですね。してない試合で行かれたり、合宿で行かれたりっていうような感じなんですね。そう本当そうなんで、ゆっくりオリオンビール飲んで海眺めたいですね次はでも原口さん沖縄が好きっていうことで、こう息子さんのお名前もね、こう沖縄にちなんだお名前というふうにお聞きしたんですけど、はい、原口かけるという名前で、はい、かけるは翔の、僕の翔太郎の翔に龍の龍でかけるって読みます、はい、うん、かっこいい名前ですけど、かっこいいそれは沖縄が好きで、もうです、絶対つけようと思ってつけられた感じだったんです。はい、妻も沖縄大好きで、あー、いいですね。そうなんだ、僕より沖縄のことを知ってらっしゃるし、いや来る回数も多いのでまた本当プライベートとかでもね、コザの方に来てもらったら、皆さんも知ってらっしゃる方も多いと思いますけど、うん、FM コザのこうラジオ局の中には1階にこうバーがあってですね、そこのバーでこうお酒を飲んだりとかコミュニティがあったりするので、ぜひ原口さんもいただいたり、まあ一緒に行けたらいいですけどね。ぜひぜひね、講座でまたいろいろ話したいですね、はい。でもめっちゃ忙しいんじゃないですか。そんなことないですよ。いつでも行きますよ。すごいですね。ありがとうございます。じゃあサッカーで社会人になって2009年に始められて、そこから2年ぐらい結構大変だったんだって先ほど言われてらっしゃいましたけど、どういうふうに大変だったんですか。はい、先ほど申した通り、サッカーでなかなかこう結果が出ず、はい、サッカー選手としては もちろんプロ行けなかったんで、当時大学卒業して、まあ、1年間サラリーマンやってたんですけど、うん、でその中でビーチサッカーに出会ってすぐ会社辞めて、うん、もう一回ビーチサッカー選手としてプロ目指そう、日本代表目指そうって始めたのがきっかけなんですけど、うーん、2009年キャリアとしてスタートして、やっぱりサッカー選手としてはそんなにレベルとしても本当に下だったので、まあ、周りは当時入団したチームも日本で一番強いチームだったし、はい、でついていくのに必死っていうところで、うん、もう心技体すべて期待させてもらいましたね、そのチームで。あー、そうです。上里さんも以前出ていただいた時に、うんうん、ビーチサッカーは今まで普通のサッカーとはまたちょっと全然違う部分が多かったっていうふうに言われてらっしゃったんですけど、まあ、体力が何よりもすごい土の上だからすごい体力が減って、消耗が激しいっていうふうに言ってらっしゃったんですけど、原口さんもそういうふうに感じられたりもあったんですか。うん、匠選手と同じかなと思います。やっぱり砂浜で裸足で走るっていうのは走るだけできついのに、そこでサッカーして、うん、頭使ってプレーしなきゃいけないので、はい、本当にすごくこう体力面、まあ、本当フィジカル面はすごくきついスポーツかなと思いますけど、うん、まあ、その分アクロバティックなプレーが見れるスポーツで、うんうんうん、すごく僕は合ってたんですね。本当に原口さんはアクロバティックな方が結構好きだったんですか。そうなんですよ。なのですごくこう僕にもなんかすごく合ってるなと思いました。すごい、先ほど言われたビーチサッカーに本気でやっていこうってなった時に仕事を辞めてって言われてらっしゃったじゃないですか。それすごいですね。ビーチサッカー、まあ、こんなん言ったらあれかもしれないですけど、まだまだお給料とかそういったのが あまりなかったりするんじゃないですか。上野さん前言われとったようなもちろんもちろん今でもそのプロ選手として活動したのは本当に日本で1人か2人なんですけど、はい、今だったらねこう仕事しながらサッカービーチサッカー選手もなれましたけど、当時14年前なんて、うん、とりあえず辞めて1本 でアルバイト始めて、はい、本当にギリギリの生活しながらこう、まあ、雑草魂じゃないですけど、うん、根性を出して毎日やってましたね練習、で親にも迷惑かけたし当時はで会社もすぐ辞めてしまったんで、この
大学とか高校の出身校出身大学にも迷惑かけたかなと思ってますね、当時は。そんな時こうお父様はでもやっぱり応援してくれてたんですか？ね、やっぱり応援してくれました。やっぱサッカーをしてほしいという思いがあったんですかね。ビーチサッカーもやっぱりサッカーですから、ちゃんとした競技 で、ね。今少しずつビーチサッカーをあの認知度とか、されてる方が増えてらっしゃるっていうふうに聞いたんですけど、嬉しいですよね、そうなっていくっていうのは。嬉しいですし、今ではいっぱい大会とか試合もありますし、すごく SNS とかも今はすごくあるので、はい、こういろんな方に見てくれるじゃないですか。はい、少しこう嫉妬というか羨ましいなと思ってあ、なるほど、なるほど。岡山にも2チームあるって言ってました。そうですよ、ハレクティオとベルエキップ。よくご存知ですね。もちろんです。さすがでございます。渋川海岸でぜひ皆さんビーチサッカーやってますんですごい。アグさん、岡山来た時にはぜひあの一緒に行ってください。ぜひぜひ、何回か行かしてもらったことあるんで。あ、そうですか。はい、それは全国の世界のビーチ行ってますんで。あ、そうなんですね。今あのそういうふうにこう、まあ、各地域でビーチサッカーされてらっしゃる方もあの社会人の方がほとんどなんですよね。そうですね、まあ、僕が今所属してた東京ヴェルディビーチサッカーチームはもう毎日平日朝から練習して、まあ、本当にプロチームっていう形で活動してますけど、うん、ほとんどの地域のチームはあの土日とかトレーニングして、まだまだこういい環境じゃないっていうか、まだまだ恵まれてない環境でプレーしながらでも頑張っていますよね、うん、各地域で。なるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっといろいろお話を聞きたいんですけど、まずちょっと CM に入らせてもらって、はい、この後にいろいろお聞かせください。はい、では CM に入ります。 CM どうぞ。はい、 CM を開けました。 TNエコロジーでございます。今回はですねゲストとして、原口翔太郎さんをお招きしております。原口さん、引き続きよろしくお願いします。します。はい、この番組はですね、地球環境を良くするために、いろんな話を聞きながら、心の豊かさであったりとかですね、心の余裕をお届けすることができたらなと思って続けている番組になります。原口さんからはですね、先ほど、サッカーを始められた経緯であったりとかですね、社会人になって、プロとして活動されている原口さんのお話を聞かせていただきました。CM を開けましたので、ここから少しこうご家族の話とかも聞けたらいいなというふうに思いまして、原口さん の、 あのインスタグラムとかを見させてもらってると、こう、まあ、お子さんと一緒に写ってる写真とか、うん、奥様も、ね、一緒に写られてる場面もあったりして、すごいご家族が仲いい感じが伝わってくるんですけど、ご家族仲良し、まあ仲良くないとは言えないと思いますけど、あの仲良しなんですよね、原口さん。そうですね、もう僕が一方的に大好きかなところもありますし、あの、はい、妻とはあのお酒がすごく趣味で合うので。ああ、いいですね。よく飲みに来ます。あの家族構成というか、奥さんは、あの奥さんがいて、お子さんが一人ですか？はい、そうです。3人の家族で、ご結婚はいつぐらいにされたんですか？2019年です。じゃあまだ結婚されて4年とかなんですね。4年とかですね。あ、そっか、4年かまだインスタで見る感じでは結構長年ご一緒されとったような感じ。そうですね、確かに変わってきますけどでお子さんが何歳ですか？今ね、3歳半で8月15日で4歳です。あ、そうですか。めっちゃ可愛い時ですね。8月15日生まれなんで終戦期年日ですね。ああ、なるほど、そうですね。はい、で、はい、そうか。息子さんもうすでにボールを触ったりしてますか？いや、それがすごいんですよ、もう。サッカー大好きで。聞かせてください。なんか試合にも連れていくので、はい。僕たちの試合とかプレー見てるので、間近で。はい。家帰るともうずっとボール蹴って、裸足で蹴ってますよ。すげえ。なんか原口さんがこうお父様から受け継いだものをこう今ねお母さんにされてらっしゃる感じがしてすごいいいですね。確かに。将来どうなってほしいっていうのがあったりするんですか、原口さんの中で。まあ、サッカー選手もいいかなとは思いますけど、はい、本当に僕の父親みたいに好きにこう自由にやりたいことをやってもらって夢を叶えてほしいですね。まあ、その手助け、
最低限の父親の役割をちゃんとしたいと思ってます。ああ。多分僕がサッカー選手って覚えてないと思うんで、多分小学生、中学生になったら、実はお父さんすごかったんだなと思えてくれたら嬉しいですね。ああ、きっとなるでしょうね。どうですかね。はい。なると思いますね。ありがとうございます。ご家族のことまで話していただいて。今、原口さんが元、日本代表でされたりとかしたことで、お父さんは誇らしかったんじゃないですか？そうですね。今となってはね、当時はね、始めた時はとても心配と苦労をかけましたけど、今となっては、ね、ユニフォームとか、多分実家に飾ってますし。嬉しいんでしょうね、多分。ね、今でもこう、アドバイスをもらったりとかもあったりするんですか？それはないです、ないです。もう、なんか口出しっていうところはないので。自由にプレーさせてもらいましたけど。素晴らしいな。ありがとうございます。今、原口さんが、ビーチサッカーを始められて、日本代表にもなられて、で、引退というような形でされていらっしゃると思うんですけど、今はどんな活動をされていらっしゃるんですか？はい。最初に紹介した通り、株式会社プロビジョンという横浜の IT 企業に勤めながら、傍ら、会社の理解と了承も得て、ビーチサッカースクールも運営してます。うん、サッカーのこともしながらお仕事もされてなんですね。素晴らしいです。IT 企業っていうことはどんなことをされるんですか、具体的には。すごくニッチな業界なんで難しいんですけど、はい、話すと。ええー、教えてください。なんかソフトウェア検証っていうところ。簡単ではない。多分ね、分かる人に分かるんですけど、テストとかデバッグっていうところが主な事業で、僕は AR っていう、ポケモン GO とかの、はい、あれが AR の技術使って、はい、AR って書いてますね、ポケモン GO に。はい、その AR を僕は担当してます。すごい。もともとそういう、IT 系が好きだったんですか？いえいえ、もう本当に2019年に結婚して、で息子が、子供が生まれたんで、それまでバスクールのコーチやってたんですけど、はい、それじゃ家族養えないっていうところで、チームの紹介で今の会社に勤めてたっていうのがきっかけなんですけど、なのでパソコンもいじったことなかったんで、まずそこから始まりました。そこからでその AR の技術をこう触ったりできるようになったりするんですね。一応営業なんで、はい、あといってもちゃんと知識とか、その IT リテラシーとかもちゃんと身につけなきゃできる話じゃないんで、今 4年目ですけど、なんとか今一人でやってます。その会社自体もそういうふうにこうサッカーのことも応援してくれてって言ったら素敵な会社ですね。アスリート採用という形で採用してもらったのでありがたかったですね。今増えてるんですか？岡山では正直あんまりまだまだないのが現実なんですよ。やっぱり都内、関東だと本当にアスリート社員とかデュアルキャリアっていう言葉がすごく浸透してて、アスリートで競技しながら会社員でも業務で働けるみたいな、こうどっちも両軸で両立できるような働き方がすごく今多いですよね。そうです。仲間もやっぱり応援してくれる中でできたらすごいいいですね。昔は考えれないことですよね。羨ましいですね、本当にね。今されてる方をね、原口さんが見てたらいいなってやっぱ思いますよね。その分逆に、その当時は当時でね、こう、なんか雑草魂っていうか、はい、アングリー精神っていうのが身につけたので、なんかそこは今でも生きてるなと思うんで、羨ましい反面、逆にいい時代だったかなと僕は思ってます。はい。そうですよね。その、アウシさんみたいに仕事を辞めて本気でやるってならないと、そうですね。多分、皆さんは結構そういった形に本気でされてらっしゃる方は、そうだったんだろうな、というふうに聞いてて思うんですけど、今は本当に、そういった意味では新しいこう 社会の進歩というか、そう思うなと思いますけど、昔はもしそんな中でこう仕事をしながらって言ってても、どっちかというと応援してもらえない環境だったのかなと思ったりするんですけど。で当時ビーチサッカーって何って言われたし、応援してくれた人ほとんどいなかったですね、僕の時、当時は。ビーチサッカー、今海外でも結構、ビーチサッカーされていらっしゃる方もいっぱいいて、日本でも徐々に増えてきてるっていうふうに言われてたんですけど、スポーツ少年団みたいな形でビーチサッカーならないんですかね？
なんか各地域のチームがスクールを運営するのはすごく今多くなったなと思いますので、各こう地域で小学生の美術サッカー大会を開いたりとかはよくあります。ああそうですか。岡山のチームもスクールやってますよ、はい、子ども小学生。ああそうなんですね。なんか応援できたらいいなと思ってて、ですよね、子供たちに教えてもらわないと僕も。まあでもすごい運動になるでしょ。あのオーバーヘッドなんかだって普通のあの僕がやってたサッカーだったらオーバーヘッドなんかなかなかできる環境じゃないし、うんうん、ね、本当ですよね。できないですよね。なんかね、本当にオーバーヘッドが普通にやる競技なので、なんかこうリアルキャプテン翼みたいな感じ。なんかすごいやっぱこう写真を見るとかっこいいですよね、オーバーヘッド。かっこいいですね。かっこいいですね。僕見させてもらいましたけど、本当かっこいいなって思いますし、なんかもっと早くに僕も知れたらよかったなと思いますね。ね、触れてみたかったなと思って。はいはいはい、今からでもね、あの大人向けのスクールも各地域でやってますし、機会あればね、一緒に僕も大人に教えたりしてるのでね。原口さん、あのお子さんに教えられたりとか、今あのサッカー教室をされてらっしゃるって言われてたんですけど、はい、どんな風な形でされてらっしゃるんですか？本当に平日毎週ですね、夕方で、あの場所を借りてそこでやらせてもらってるっていうのがありだったりとか、はい、まあ、あとたまにイベントで呼んでもらったりして、各ビーチ行ったり、全国のビーチ行ったりさせてて、どんなことをこうお子さんに教えられたりするんですか？なんか僕がなんかこうビーチサッカーで教えるっていうよりは、本当に砂で裸足で気持ちよくボール蹴るっていうのを目的とやってて、なんかやっぱり肌、あの上里さんも言ったかと思うんですけど、こう裸足で砂をこう触るっていうことがすごく体にいいというか、はい、脳にすごく刺激がいるので、そういうところを目的にやってるので、まあ、もちろんビーチサッカーを上手くなりたい子もいますけど、本当にあの本当に誰でも関係なくノーボーダーで、健康にいいっていうのはそういったところもあったりするんですね。そうなんです。足の裏ってすごく神経通ってて、はい、脳に直結しやすいので、はいはい、変な話、このボケ防止とか、うん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 、なんか砂なんでこうリハビリとか、おじいちゃんおばあちゃんまで、こうキッズからシニアまでいろんな方に砂でこう健康運動してもらうことがすごく健康にもつながるので、すごいですね、広めていきたいんですよ。まさかそういったこうしてもあるとは思ってなくて、うん、あのまあ運動量が多いから健康にいいのかなっていうふうに思ってたんですよ。だけど土とこう触れ合うっていうことの大切さっていうのがあるんですね。私が一番いいですよ。昔はだって子供とかも裸足で ねやったけど、今はどっちかというと裸足で外なんてっていうふうになこう社会になったじゃないですか。はい、そんな中でこう裸足になれる機会って言ったらもう砂浜ぐらいじゃないですかね。おっしゃる通りで、でも僕の息子は公園とかで遊ぶとき、はい、裸足になっちゃって一人だけ。大きな石とかあるでしょ結構。あ、もういていてって言ってますよ。いていてって。それでも砂走ってます。かわいいです。かわいいですね。なので、足の指の力すごいですよ、握るとき。僕こうやって。あ、そうですか。足の指で僕の服グッてつけます、こうやって。サンサン。そういった、まあ、でもなんかの扁平足にもならないです。ああ、なるほどなるほど。外反母趾とか、はいはいはい、そういうところにもこう効果的というか、一個あると思います。なんかこう SDGs ですね、そういうサッカー自体が本当に。なので、そうです、さっきおっしゃった通り、あのビーチサッカーってビーチスポーツなんで、もちろんこう海でやるようなスポーツも多いので、はい、やっぱりこう海の環境問題とかには僕は取り組みたいと思ってて、うん、あの僕はビーチスポーツ団体っていうかビーチスポーツコミュニティも今作ってて、あのビーチアスリートが集まっていろんな方にビーチスポーツを体験してもらう、プラス海の環境問題にもこう知ってもらうっていう取り組みしてて、うん、やっぱ海のゴミ問題とかっていうのも、はい、実は 海のゴミって町から流れてるんだよ、うん、そういったところもこうみんなに教えていきながら海をみんなで守ろう。僕湘南に住んでるんで、湘南を拠点に、はい、湘南ブランドをもっともっと良くしていこうって今活動してます。すごいですね。あの田口さん、僕がこの MC 今させてもらってますけど、うん、自分でもこう会社経営をしてまして、それがリサイクルの会社なんですよ、はい、でリサイクルで、どっちかというとお片付け専門みたいな感じで、ご自宅のお片付けとか不要品をリサイクルして海外輸出したり、したりするんですよ。でこの社内のこうイベントというか、みんなでこう取り組みとして、やっぱりこう地球環境に携わりたいというスタッフが多くてですね、
こう海のゴミ拾いとかっていうのを何回かやったりしてたんですよ、うんうんうん、なので僕を岡山支部にしてください。もちろんです、もちろんです。なんかね、ゴミ拾うだけじゃ変な話こう続かない子もいるので、はい、海のビーチスポーツ体験を絡めて、はい、で海のゴミ拾いとかしてこう一緒にやってるの で、うん、じゃあもう支部長お願いしますね。ありがとうございます。はい、すごい品名ステッカーを送りすんで、ありがとうございます。お待ちして、はい。あ、本当にあるんですか。ます。もう。やった。ありますよ。すごいですね。なんかこれを聞いて、私も参加したいという人がいらっしゃったら、ぜひね、原口さんにこう DM をしてもらったりとか、ぜひ。ただ、ね、嬉しいですね。なんかそういうふうにしてみたいけど、どっからすればいいのかわからないとかいう人結構いたりすると思うんですよ。はい。なので、なんかそういう健康になりつつ、そういったことに取り組めるっていうのはすごいいいですね。すごく湘南は本当にいいですよ。なんか海に行くと気持ちも穏やかになって、なんかこうマインドセットとかリセットしてきて、うん、すごく心身ともにすごくいいなって僕もビーチを持ってて、まあ、サンセットビーチも特に大きな高そうだと思って、はい、なんかそれも絡めてこう心身の健康と海の環境をとか、すごくいろんなことをこう混ぜ合わせてやれてると思って、うん、いろんな理由はなんかどうあれ、こう一緒にまずはみんなで一緒にできればと思ってるので、ぜひ気軽に来てもらえれば、うん、ありがとうお待ちしています。なんかこういうふうにこういろんなコミュニティの中でビーチで一緒にこう触れ合ったりとかコミュニケーションを取るっていうのはすごいこう信頼関係が深まりそうなイメージがありますけど、あ、そうですよね、うんうん、あると思います。海で起こったりとかってなかなかないじゃないですか、正直、うんうんうん、海で心豊かになってる状態の中で、本当そうっていうのをこう感じたりするなと思うので、なんかぜひこう一歩踏み出したいっていう人とかも含めて、ね、ぜひぜひ原口さんにこう頼ってみてほしいなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、少し早いですけども、2回目の CM に入らせていただくので、はい、CM の後、まだまだお話聞かせてください。では CM に入ります。2回目の CM どうぞ。はい、CM を開けました。TN エコロジーでございます。今日は原口翔太郎さんをお迎えして、お話を聞かせていただいております。原口さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんなお話を聞かせてもらっている中で、先ほど、お子さんにこういろんなことを、サッカーでね、サッカーを通じて教えてくださってたり、地球環境を良くすることにつながるようなこう浜辺ゴミ拾いにつながったりするような活動をされてたり、いろんなことをされてらっしゃるということなんですけど、はい、他にも何か活動されてらっしゃることってありますか？はい、そうですね、特別支援学校の子どもたちにボールを寄付してます。はいはい、どういうふうにされてらっしゃるんですか、ボールを寄付っていうのは。はい、まあ、ボールの、まあ、作ってる会社さんとタッグを組んでプロジェクトやるんですけど、はい、昨年まだ僕が選手だった時にこうワンシーズンの試合で1点決めることに自分でボールを1球購入するで、うんうん、ボールが特別支援学校の子どもたちにボールを寄付する、寄付しプラス一緒にサッカーするみたいなプロジェクトで、うん、まあ、昨年実は11ゴールぐらい決めれたので、まあ、11個こういろんな特別支援学校の子どもに寄付しました。11ゴール決めたこともすごいですけど人生で一番決めた年だったんですよ。それはやっぱりこう力になった部分もあったのかもしれない。ああ、なりましたね。そのプロジェクトはもうシーズン始まる前に決まったんで、僕が点数決めればボール寄付できるっていうのが分かった、はい、それも力になったと思います。仲間の人も応援してくれたんじゃないですか。そうなんですよ、いっぱいパスくれましたよ、チームすごい、いや、すごいですね。こう特別支援学校の子たちにそういうふうに寄付しようと思ったきっかけがあったりしますか？はい、あります。私の妹が最近、まあ、2年ぐらい前かな、子供を産んだんですけど、はい、その子は少しこう難病な形でちょっと生まれたので、うん、まあ、その子をこう一緒に携わる中で、はい、なんかこう子供たちも別になんだろう、こう障壁なくこう明るい未来をしっかりと歩んでもらいたいし、子供たちも笑顔でこれからも過ごしてもらいたいっていうのがすごくきっかけだったので、それが僕の一番のこう転機というか、うん、で僕がこうやって子供たちのためにこれからずっと何かこうやっていこうって決めました。素晴らしいですね。お子さんたちも喜ばれました？あ、すごい、もうボール
で一緒に遊ぶのもすごく笑顔生まれるし、あの一緒にビーチでトレーニングとか一緒にサッカー教室行った時もやっぱり裸足で砂浜で走ってくれた時がすごく元気に明るくなってたので、うん、先生たちも喜んでましたね。こんな姿見たことないって言って。それはやっぱりこう土を先ほどお話しいただいた土を踏むっていうことがこう活性化につながったりもあったりするんですかね。一つの要因にはつながってると思います。運動することもそうだし、またこう開けた環境でね、うん、するっていうのがすごくいいんだろうなと思いますね。はい、原口さん、私も子供が4人いるんですよ。はい、子供4人いる中の長女が、盲学校っていう、うん、あの目の不自由な子たちがこう通う、学校に通ってるんですけど、こうやっぱりこう、そういったビーチサッカーに触れたことはないと思うんです。サッカーも普通のサッカーよりも、またちょっとルールを変えてやるようなサッカーを知ってたりとかもあったりするんで、なんかこういろんなこう今まで触れてこれてない子たちにこう届くっていう活動をされてらっしゃるのはすごいいいですね。多分嬉しいだろうなと思いますし、なんかそれを見てるこう親としてもめちゃくちゃ嬉しいし、そうなんです。それでそのこの前その支援学校の子たちにビーチサッカー教室を開いて、中の一人が僕のスクールにも通ってくれてて、はい、お父さんお母さんもやっぱりこうなかなかね、そういうちょっとこう、ハンディキャップがあるからこう行きづらかったんですけど、はい、その子すごく楽しくいつもやってくれてると、お父さんお母さんすごい僕に感謝してくれてて、だその子供たち同士もいいじゃないですか、そういう交流があっても、はい、なのですごくいい取り組みだなってこう自分でも思えてすごく嬉しかったです。いいですね。まあ、お子さんもそうですし、なんかこう、お子さんが頑張ってる姿を見て、親とかこう、周りの人がね、元気を逆にもらえるっていうような、こう、お互いにいいっていう、そんな環境ですよね。お父さんお母さんも変なし、すごく大変な部分もあるので、やっぱり、そういうところにもいい影響出て嬉しいですね。ああ、そうか。そういったこう、親御さんからもご相談があっても、ね、いいですよね。まあ、もちろん僕にもそうですし、原口さんにも。こうそういったご相談があれば、ね、していただけたら何かできることがあるかもしれませんね。はい、ね、もっと輪を広げていきたいですね、こういうの。そうですね、サッカーボールをこうプレゼントされるっていうのすごいな。今はあのもう得点を決めたっていう風な数をカウントしてボールを今でもこう継続してされるんですか？はい、もう引退してしまったので得点するシーンはないですけど、はい、何かしらこう自分に決めなんか条件を決めてっていうのもあるんですけど、はい、まあ、本当に月に何回かできたらなっていうのは継続的にやって、この前も引退試合にも実は招待したりしてます。不良招待っていう形で、はい、引退のね試合とかをこうあのクラウドファンディングでも、活動されてらっしゃったんですけど、そのことも少しお話しいただけますか？ありがとうございます。はい、ですね、ちょうど先週の土曜日ですね、ビーチサッカー界初の引退試合というのを開催させていただきまして、その中でクラウドファンディングで支援を募ったっていうところが経緯なんですけど、その中でいろんなリターンの中で障害者支援特別支援の学校の子どもたちを招待するとか、それをリターンで返すとかユニフォームプレゼントするっていうところで、本当に日本のビーチサッカー界で初の引退試合だったんですけど、まあ、自分で企画して自分で運営したんですけど、いやすごいですよね。100人ぐらい集まってすごくこう、はい、なんかこうなんか楽しい笑顔あふれる引退試合になりました。いい思い出に残ったんですね。です、はい、すごい。なかなかそういったあの発想にならないと思うんですけど、すごいですね。原口さんはこうイベンターというかそういったこう企画をすることが好きだったりもするんですか？そんな表だってやるのが好きじゃないとか、別に僕は得意な方じゃないんで裏方で支えるのが僕すごい好きだなっていうのは思ってるんですけど、はい、やっぱりビーチサッカーへの恩返しとか子供たちのためって思って考えた時に、引退試合とか、あと記者会見も、実は引退の記者会見も日本で初めてやったんですけど、そうやってちょっと露出することでいろんな感謝も伝えられるし、子供たちの先で夢とか希望にも少しでもなれればなって。ああ、そうですよね。はい、初めてすごく恥ずかしかったですけど、すごい。なかなかこうスポーツをしながら今度はね、あの引退された後もやっぱりこうサッカーに関わりながらいろんな人にこう届けていくっていうことが
できるのは、まあ、春さんのこう強みですよね。すごいなと思います。どこからこうその思いの源はどこから来るんでしょうかね。これどっちかというと人に何かをこうプレゼントしたいとかっていう、まあ、自分の見返りっていうよりもどっちかというと人のためにされていることが多い風に感じるんですよ。そういった思いはどこから来られてるんですか。おっしゃる通りで、僕も本当にそういうのが好きで、あの変な話、なんか記念日でもないのに妻にプレゼント しちゃう人だよね。はい、すごいですね。多分すごく偽善者ぶっちゃっておかしいですけど、本当にこう人の笑顔とかなんかすること、やっぱり笑顔になってもらうのがそれが僕好きで、だから人と人をつなげることも好きなんですよ。紹介させていただくみたいな、そういうのばっかりやってますなんか人の笑顔とかが好きなんですかね。なんか喜んでくれてるのがシンプルに嬉しい。あ、もうシンプルに嬉しいです。はい、でもなんかそれを続けていくことで、なんか最後は引退試合とかもそうですけど、こうなんか最後僕に帰ってきたなと思って、なんか。感謝力が高いですね。いやいや。もう子供の時からそういうふうな感覚ではあったんですか？人を喜ばしたいとか。だからプレースタイルもそうかもしれないです。うん。得点するよりは、はい、僕が泥臭くスライディングでボール取って、味方のためにみたいなのが、はい、あるからな、プレーで確かに、はい、いや、あの今はですね、原口さんをこうラジオで聞かれてる方もそうだし、 YouTube で見られてる方もそうかもしれませんけど、こうすごい、礼節のあるこう、まあ、清楚な感じですねのが伝わってくるんですけど、プレーを見ていただいたらびっくりすると思いますよ。あの見たことない人は。あの、僕が見させてもらったので。確かに別人かも。ね。あの、ぜひあの YouTube で、原口さんで検索しても出ますよね。出ます、いっぱい。ね。で、見ていただいたらと思うんですけど、すごいプレーですよね。まあ、あの、別人、本当に。まあ、泥臭いというふうに先ほど、あの、原口さん言われてましたけど、まあ、泥臭いという表現というよりは、どちらかというと、まあ、本当こう、パワーが溢れてて、こう、なんていうかな、オーラが全然違いますね。今、このお話、まあ、スイッチが入るのもあるんでしょうけど。そうかもしれないです。はい。すごいリーダーシップも発揮されてらっしゃいますし、すごいなというふうに思いますね。ありがとうございます。なんかこう、原口さんが、こう今、サッカーをされてるお子さんとか、まあ、スポーツをされてるお子さんも含めてですけど、にこう届けたいなとかメッセージがあったりすればお話しいただけたらありがたいんですけど。はい、ありがとうございます。はい、本当に僕も一度ね、サッカー選手 の夢をこう諦めて、またビーチサッカーというスポーツと出会って、日本代表でワールドカップ3回も出てて、メダルも取れたっていう、また新たに夢を叶えられたっていうところもあるので、なんか本当に、ね、たくさんの夢と希望を持って日々こうなんか夢を持って活動してほしいなっていうところを僕はいつも伝えてるんですけど、本当に僕大怪我もしてそれも乗り越えたりとかもしてるので、なんか本当にこう未来は明るいぞって思ってもらえたら嬉しいですね。そうですね、まあ、原口さんの場合は本当にプロを目指されてたけど、すぐにポンとプロになれたわけではなくて、ね、後からビーチサッカーで再起して、はい、ここから結果を出されたっていう、しかもワールドカップに3回出られたんですよね。はい、たまたまです。たまたまではワールドカップには出れませんけど。まあ、こういうふうにずっと笑顔でいてくださってますけど、努力の時には本当に努力されたんだろうなというふうに思うんです。はい。ね、こう今、くじけそうになって結果が出ないなっていう、ね、まあ、私自身もそうですけど、社会人になっている人たちも、なかなか結果がすぐ出ないっていう風な中で、ずっとコツコツされてて、結果が出たっていう風な原口さん。なんかその、頑張りの中で気をつけてたこととかってあったりしますか？あ、でも、何か間違っとった、ミスとか失敗とかも全部自分の成長につなげるっていうところで、こう人のせいにしないとか、うん、しっかりとベクトルを自分に向けて、ちゃんと受け取って、また次へのチャレンジっていうところをちゃんと整理してましたね。とにかく人の、なんか、人の悪口を言わないとか、人のせいにしない、まあ、そこだけはちゃんと、まあ、大事ですよね。うん、僕はサッカーしてた時なんかは小学校ですけど、誰かがミスしたりした時に何やってんだよみたいなことがあったりしたんですよ。まあ、もちろん僕もそういった言葉を出したこともありますし、はい、仲間の中でもそういった言葉があったりしましたけど、サッカーしてる
その、なんか楽しくやりたいですよね。そうなんですよね。うん、こう人を責めるんじゃなくて、自分がね、あの、自分に原因があると考えれば、すべてがね、うまくいく。それはもう日常生活でもそうだと思います。はい。人をちゃんと認めるっていうところも大事かなと思ってます。ね、ほんとこう、感謝を忘れないっていうところが、もう感謝できないって思われる方もいますけど、でもやっぱりこの元をたどれば、親御さんに感謝であったりとかね、周りの環境に感謝っていうのは、本当にあることだなというふうに思いますし、はい、もう日本代表の選手が言ってるんだから間違いないです。大怪我しても乗り越えたんで、何があっても大丈夫です。田口さん、大怪我の時期があったんですね。アキレス腱も完全断裂してます。はい、いつ頃の話ですか？2016年で、はい、そうですね、まあ、アキレス腱断裂って結構引退とか、もう1年以上かかる怪我なんですけど、うんうんうん、僕、3ヶ月で治して、どうやったんですか？なんか先生がこれ、論文書けるわって言ってました。なんかしないけど、3ヶ月で復帰できました。それは 何なんですか？それは奇跡的なことなのか、それとも何かちょっと普通とは違う取り組みをされたのか。今思い返すと、もうリハビリのところでしっかり砂で走ってたし、なんかイメージしてたんですよ。もうアキレス腱治ってるっていう暗示を、もう治ってできるって、絶対治してっていう気持ち、ずっと続けてきたのが一個あるかな。でもやっぱ奇跡なんですかね。いや、でも今原口さん言われたように、こう本当病は気からと一緒で、ねえ、ありますよね。実際この、まあ、今までもこう症例としても、もともとがんを患ってたけど、ね、自分の気持ちの持ちようでこうがんが良くなったとかっていうこともあったりとかしますから、うん、やっぱそういうのも大事ですよね、きっと。なかなかそういった余裕が持ちにくいかもしれませんけど、少しでもこう考える時間があったら、田口さんみたいにこうね、治ったと思い切ってやるっていうのもね、やり方の一つだと思いますね。ありがとうございます。じゃあ最後は原口さん、リスナーの皆様に、まあ全体ですね、結構高齢の方も聞いてくださってたりするので、若い子から高齢の方まで聞いてくださるので、いろんな人にこう届くような、まあ、メッセージでも、メッセージって言ったらまあ言いにくいかもしれませんけど、原口さんが何か伝えたいことと、合わせてですね、将来原口さんがこうしていきたいということをお話しいただいて、番組を終了したいと思います。まずはですね、皆さんへのメッセージをお願いします。はい、本日はありがとうございました。僕はビーチサッカー選手として活動してきたので、まあ、ビーチサッカーを通していろんな人たち、夢や希望、そして明るい未来を、まあ、作り上げていきたい。それはもう子どもたちのためもそうですけど、まあ、このご高齢の方にも、まあ、これからも健康で長生きしてもらいたいっていうのもあるので、こ う, うまく素直利用してこうみんなで明るく健康になってもらいたいなっていうのもあります、うん、でゆくゆくは僕はまあ夢としてはビーチサッカーの会場とかスポーツ施設っていう作りなので、うん、そこにみんなが仲間が集まって一緒にスポーツできたらっていうのが夢なので、あ、すごいですね。引き続き諦めず新しい夢を叶えていきたいと思います。今日はありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。原口さん、最後に、はい、おすすめの曲をいつも皆さんにお聞きしてるんですけども、おすすめの曲をお願いします。ございます。ケツメイシで出会いのかけらです。出会いのかけらがいいなと思われた理由はありますか？歌詞すべてです。歌詞すべて、皆さん歌詞すべてをしっかり聞いていただいて、はい、YouTube の方はちょっと音楽が流れないのでご自分で検索していただいて、はい、ぜひ聞いてください。わかりました。原口さん、本当にお忙しい中今日はありがとうございました。じゃこそありがとうございました、はい、一緒にこう、はい、海を良くしていきましょう。ぜひお願いします、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、聞いていただいた皆様もありがとうございました、このような形で TNA エコロジーはずっと続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。原口さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さん、これで終わりになります。さようなら。